元気ですか、皆さんですね、いつもですね、皆さんに元気があれば何でもできるというテーマで話してますが、今日はですね、元気を与えてくれる友人のですね、YouTuber で石田さんのところで来てますから、一挙戦隊チャンネルの石田さん、元気ですか。元気です。皆さんこんにちは。こんにちは。一挙戦隊ゼロじゃないけど、ブガリチャンネルでもね、お互いにね、ゼロでもやってますから、石田さんどうですか。今年ね、いろんな動画作って、いろんなテーマでね、対話したんですけど、どうでした今年。いやー、なんかウクライナ戦争から始まって、なんかもう対立の1年というような、まあ、一言で言うとね、もう西と東の対立とか、南と北の対立とかね、まあ、いろんな対立関係が出てきたなという感じなんですけど、まあ、それを前提で考えると、もっともっと多極化していくんじゃないですか、来年は。なるほどね。なんかまあ戦争の問題もそうだし、そこから出てきたエネルギー問題、食料問題、引き続き新型コロナウイルスの感染症問題なんかもありますけど、なんかこれまでになかった新たな問題が次から次へと来て、でそれが来年はなんかもっともっとなんかその問題がさらに大きくなっていくんではないかなという、そんな雰囲気感じますけどね。感じますね。まあ、本当にこの2年前まではずっと2年コロナで全部大変だったんですけど、この1年はやっとコロナはなかったけど、まあフリーになったけど、ある程度自由にみんな経済を動いたりとかしたんだけど、それでもやっぱり日本の今はね、行く方向性はどう思いますかね、日本人としてはですね。見えないですね。見えないでしょ行く方向性が見えないですね、そもそも。雲の中でしょうね、曇りの中で。なんかね、まあ、増税するのはするでいいんだけど、でもそれもなんか日本はこういう方向で成長していきますと、そのためにこういう戦略が必要で、こんだけの、まあ、増税をしますとか、なんかそういうビジョンがあっての増税ってすごい前向きでいいと思うんですよ。でもなんかそういうんじゃないですよね。ビジョンが見えないし、防衛費は必要だと思うんだけど、その防衛費をもう果たして増税で賄うべきなのかどうかっていうのもね、よくわからないし。なるほどね。じゃあ何も国民の納得なしでこうやってね、もう苦しましていくとか、今までねコロナで大変だったけど、今度ね税金でこうなるとか、その日本にやっぱこもりの中、僕思ってるんですけどね、こもの中だから、こもの中にもしドライブしていくと事故に遭うんじゃないですか。日本はこもりの中で今運転手中だと思いますけど、ドライバーが間違ってるか車も間違ってるか、これ聞きたいんです。両方間違ってますね両方間違ってると思いますよ。ドライバーも間違ってるし、車も乗ってはいけない車を乗ってる気がします。まあ、どう思います、ね、逆に。いや、私も逆にですね、逆に車は間違っててもいいんです、ドライバー間違ってもいいんです、で私なりのちょっと解釈で、やっぱりね、ドライバーやっぱどうしても目的があれば、もう曇りがあるかね、雪の中であるか、やっぱりぼちぼちやっていくんだけど、ただ先に光があるかどうかって、光が見えたらやっぱりいずれ晴れるんだって言ってね、その夢と希望を見せとけば、今のままでもいいと思う。なんか今の状況はなんか長いこのなかなか抜けられない霧の中をね走っているような、もうずっといつまでたってもなんかもう先が見えない、もう本当に霧に覆われた、そんな道を走ってる気がしてならないですけど。私は逆にこのアドバイスというのはね、まあ、日本の、ね、国民とか日本の政治家たちに、問題したときは、ね、もちろん見えなくてももう一つ方法があるんですね、フォーグライトつけていけばいいんですよ。フォーグライトね。フォーグライト、自分にぶつかってこなければいいですね。これは私とも防衛だと思うんですよね。フォーグライトが防衛か。そうです。防衛のためにどうするか、フォーグライトは正しくつけるかつけないか、国民にちゃんと方向性を見せないといけないといけないと。フォーグライトもついてないですよね。でしょ、フェイクですよねえ、フォーグのライトないし、だから日本はこれからどうなっていくかなと思ってですね、まあ皆さんね、こういつもですね、石田さんとも深い話ですね、中東の話してますけど、もう一つちょっとですね、まあこれは日本の話だけど、中東情勢を見ていますね、最近に情報を見るとやっぱね、イスラエルとサウジアラビアなんか本当ね、全く正反対のね、イスラム教とユダヤ教を組んでる、今日動画なんか見たらですね、うちの奥さんすごいね、石田さんのファンなんですよ。あ、本当。そうですよ。ありがとうございます。聞いてね、よくね、石田さんよく勉強してですね、もう勉強じゃなくてちゃんと研究してね、報道してるから、間違った情報ありません。いや、国際ジャーナリストにこうやって言われて、しかもその奥様にも言われてるって本当嬉しいですね。すごいですよ、石田さん。私もすごい、石田さんがね、日本から本当のジャーナリスト、やっぱりね、マスコミで喋らない情報がやっぱり喋るってことはね。これはやっぱね、一挙三対ゼロの、そうだと思います、ね。まあ、特に中東情勢に関しては、僕自身が中東大好きなんで、やっぱりなんかどん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 調べちゃうっていうのもありますよね。好きだから調べちゃうんですよ。でしょうね。なんで好きですか。やっぱり何度も足運んでて、向こうのアラブ人になんかすごいいろいろ優しくされたりとか、
なんかもういい思い出たくさん作ってきたんで、これまで何十回も行ってますからね。なるほどね、うん、特にやっぱり湾岸諸国は本当、うん、まあ、UAE、サウジ、クウェート、カタール、バーレン、オマーン、まあ、全部行ってるし、うんうん、UAE なんかはそれこそ多分50回以上は行ってるんじゃないですか。すごいですね。サウジアラビアも6回行ってますもん。僕メッカとメディーナも行ってますもん、ね、もう半分以上イスラム教徒なんですよ ね、うんうん、ね。でもね、やっぱりよくねイスラムの理解してるし、石田さんがやっぱりあの文化、歴史、別に宗教もあるんですけど、うん、あとやっぱり世界情勢がやっぱりですね、うん、でもどう思いますか今なんかね、うん、さっきも話しながらね、ユダヤがね、うん、オファーしてるとかなんか、はいはいはい、第三次世界大戦になるんじゃないかということで、なんかね、なんかすごいきな臭い雰囲気があって、あ、うん、僕来月ね1月28日に大阪の方でセミナーやるんですけど、ぜひ皆さんね後であの案内を送りますので、ね、そう、2023年の中東情勢ということで、はいはいはい、2023年の中東情勢は、うん、なんかものすごい、うん、なんか大混乱を起こすんじゃないかなと思っていて、このまま、まあ、アメリカ民主党バイデン政権が続いていけば、うん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 、そうなると、まあ、オバマの頃の中東に戻るんじゃないかと。オバマの頃の中東って何が起きたかというと、まずあれが起きた、そうです、でイエメン内戦も起きた、うんうん、でシリア内戦も起きた、うんうん、でイラク戦争の戦後処理を進めていったのもオバマ政権の時だったんですよ、うんうんうん、でイラクの戦後処理って要は IS とか、うんうんうん、アルカイダとかもうテロリストがもうボコボコイラク国内で大活躍していた時代で、ウゴのタケノコのように出てきたんですよね、うんうん、もうイラクの国内大混乱、うんうん、でそういうようなことが起きたのが全てアメリカ民主党政権の時 で、うん、でその後ついたトランプ大統領共和党政権の時っていうのは、うん、中東で一度も戦争起きてないんですよ。でも今度それが民主党政権にまたバイデンに戻って、うんうん、で、まあ、中間選挙で一応バイデン上院取って民主党、うんうんうん、でもあと2年続くわけですよ、うんうん、民主党政権があと2年続く中でその2年間でこれちょっと大きな大混乱を起こすんじゃないかなと思っていて、うん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 、でまあ、ムガルさんご存知かもしれないけど、うん、あのユダヤ教の旧約聖書 の、うん、あのエゼキエル書というのがあって、それの第38章に載っているのが、うん、エゼキエル戦争という第3次世界大戦の予言なんですよね、うん、第3次世界大戦の予言はロシアとかイランが南下をしてきてイスラエルを攻めるという、yes. でそのイスラエルに対して援護射撃をしていくのがアラビア半島の国々ということで、うん、これまではアラビア半島のサウジとか UAE がイスラエルとタッグを組むなんていうことは考えられなかったんですよ、うん、そうです、ね、うん、アラブ諸国とイスラエルは対立をしていたわけだから、そうです、そうです、でもそれの中東和平をどんどん進めていったのがトランプ大統領で、イラン包囲網を作ってきたわけでしょ、そうです、で今そのイラン包囲網がさらに強くなってきている、うん、でつい先日クリスマスですよ、クリスマスの時に、イスラエルの元首相のネタニヤフさんが、うん、サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子に電話をして、イスラエルを攻撃したいんだけど手伝ってくれと、ないがあるいうことが一応現地メディアではそれ報道されていて、ね、うん、でイスラエルは今もうかなり本気だと、あ、でそれに対してイランも、まあ、相当それに対してやっぱ反感を示していて、うん、まあ、イスラエルとか、うん、まあ、GCC 湾岸諸国に対して新たな攻撃の計画を立てていくということも発表していて、うんうん、今もうバチバチの状態なんですよ、イスラエルとイランが、うんうん、でイランをバックアップしているのがこの今アラブ諸国が、うん、あ、イスラエルをバックアップしているのがこのアラブ諸国、そうです、ね、で今度イランをバックアップしているのはロシア、そうです、で中国はどっちかなと言ったら、中国は若干今イランから離れて湾岸協力会議の方に行っちゃってるんで、中国はどっちかって言ったらイスラエル寄りかなと思うんですけど、そうです、まあ、でも大きくこの二分化されてきてるわけですね、うんうんうん、でアメリカはどうかっていうと、アメリカはね、もともと湾岸諸国と同盟体だったはずなのに、うん、バイデン政権に変わってから、うん、まあ、若干 なぜか知らないけどイラン寄りになっている、うんうん、イラン核合意にも復帰すると言ってるし、うんうんうん、まあ、アラブ諸国に対して非常にこの冷たい態度を示してるし、うんうん、ムハンマド・ビン・サルマン皇太子に対して、ね、うんうん、もうずっと犯罪者扱いしてるし、そうです、というのがあって、あそこのパワーバランス非常にこれ難しくなってきていて、うん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 、これイスラエルが本気で怒ったら、うん、なんか第3次世界大戦、うん、その旧約聖書に載っているエゼキエル戦争のようなことの方に動いていくんではないかなと、うん、来年すごいなんか厳しい状態が訪れるんじゃないかななんてなんとなく想像してますけど、うん、いや間違いない、あのよく聖書は勉強してますね、聖書はね聖書は勉強してないんですけど、まあ歴史的にね、歴史的に書いてる、まあ、私もそうですね、別に聖書のね書いてる、まあ、予言みたいなね、ハルマゲドンが来るとか、うん、もうこれね、終末論があって、もう大きな戦争がなるって、もちろんいろんな予言がコーランにも書いてあるし、あ、コーランにも書いてある、もちろん聖書にも書いてるから、
まあ、それは、ね、やっぱり宗教戦争になっちゃいけないということを今我々は一生懸命やってますけど、うん、やっぱり政治的な権力の争いの戦争だと思いますので、うん、まあ内田さんね、もう1年ね、大変な1年だったんですけど、うん、まあ来年皆さんに対してですね、もう最後のちょうど1分か2分でですね、うん、メッセージを発信したいと思いますから、皆さんに向かって自分のメッセージをお願いします、うん、いや、この中東情勢というのは、うん、日本にとってやっぱり人事ではないんですよ、実は。なぜなら日本の石油の 90% は湾岸協力会議から輸入しているので、まあそんなね、ちょっと火種が大きくなったら途端に日本はもう急に石油入ってこなくなりますよ。だから皆さんぜひ、まあ、中東情勢の方ももっともっと関心を持っていただきたいし、まあ、そちらの方の、ね、いろんな文化とかも知っていただきたいし、でそのために越境 3.0 チャンネルをね、ぜひご覧いただいて、一緒に勉強していきましょう、はい、よろしくお願いします。あとで皆さんね、あのテレビでですね、あの宣伝しますので、うん、あの来月また公演も、石田さんの公演も、はい、1月28日から、うん、28日ですね、うん、来ます。今日は石田さんありがとうございました。ありがとうございました。行きます。